車の話始まりました。いやまあ、梅雨が明けるといよいよ夏ですよ。もう暑いじゃない今日も。夏といえば。夏といえば、うん、サザンオールスターズ。歌か歌ですね、うん、オープンカーですよ。何言ってんですか。まあこれからやっぱオープンカーいいですね。いいですね、オープンカー、オープンカーの季節ですね。確かに確かに。ということは、さあ今回はですね、マツダなんですけれども、まずマツダの車の中でお二人が好きな車何かありますか。これはもう FC3S RX7。 はい、あー来たね、これですよ。もうこれね、僕も子供の頃はあのロータリークーペが好きだったのね。ガソリンスタンドの兄ちゃんが乗ってたカペラ。カペラはロータリークーペ。ロータリークーペがあって、サバンナ RX3 が出た。でその後このサバンナ RX7 が出たの、 FC3S が。これはもうイニシャル D でももうバチバチですよ。そうですよね、はい、私もこれ実は乗ってました。そうですか、テリーさん。これオープン、オープン、オープン、このオープンの黒された車乗ってますね。でもね、現行で言うと、はい、実はマツダにはね、2台の紙車があるんですよ。紙車、紙なになになに。1台は、はい、マツダ3。マツダ3、マツダ3はね、お圧倒的に美しい。今ね、世界でもあんな美しい車を作れる国はないです。デザイナーがいいの。いやもう圧倒的に。ただそれほど人気ないんですよ。なんでだろう。正直言って僕は本当になんで、うん、こんなに美しい車だよ。マツダ3ほらかっこいいよね。綺麗ですよね。これ4ドアなのにこんなにもう、確かに素敵。昔こういう美しい車ってアルファロメオがよく作ってたんですけど、あったあったあった。もうアルファじゃもう作れません、うん、マツダ3しか作れない。マツダの頂点の車ってデザイン的にね、あのマツダ3ともう一つロードスター。あーなるほど、ね、このロードスターは神車です。てかマツダの顔は俺好き。かっこいい、かっこいい。あのすっきりしてて、うん、すごく品がある。現行のねロードスター、うん、本当にいいですよ。あれももうね、いいですよ、あれも。これから30年、50年して、今日を振り返ったときに、それは例えばトヨタ 2000GT とか、すごくいいって言われてるじゃないですか、はい、まあ、117とか、ピアザとか、はい、え、あの時代にあんな美しい車あったのって言われると同じように、このロードスターっていうのは、30年後、50年後、はい、日本ってこんな素敵な車あったのって言われる車です。はい、山本さんは、はい、ロードスターはいつから携わっていらっしゃるんですか。はい、僕はですね、ロードスターは NB から。NB から。NB から NC、ND はあの主査をね、開発の責任者をやらせてもらって ND を作りました。8年かかって。NA の時はじゃあ。NA は僕7やってたんですよ。FD を。さすが。7。いや、僕今日はロードスターで来たんですけど、さっき土屋さんがね、FC3S って言ったら僕ドキッとした。だって7って僕のね。ベーシックなんですよ。あ、そう。僕はロータリーエンジンのエンジニアで、もともと SA22C をやり、はい、FC をやり、FD をやり、そしてルマンのエンジンもやりました。それが終わってロードスターになってきたんで、いや本当ちょっと嬉しかったです。ありがとうございます。そうですよ、今回はですね、このロードスターの歴史を振り返っていきたいと思っているんですが、まずですね、ロードスター2人乗り小型オープンカーの生産累計世界一でギネス記録を持っているんですか。そうですね、持ってます。はい、はい、89年から生産を始めて、2016年の4月に100万台を達成しました。もう111万ぐらいになっていると思いますけれども、うんうん、2人乗りの小型オープンカーのギネスを持っています。それは、まあ、ギネスを持っているということは、言い換えれば世界中にたくさんのお客様が、ね、いるということなので、僕たちは本当お客様に感謝を申し上げないといけない。僕たちがギネスを持っているんじゃなくて、お客様がこの車を育ててくれた、そういうふうに思っています。ありがとうございます。美しい。ありがとうございます。では参りましょうか、この美しい歴史に。はい、こちらです。まず、はい、初代のロードスターなんですけれども、1989年に誕生しました。人馬一体で出ましたからね。この車は実は新車が23年間世界中で出てなかったんですよ。そうですよね。50年代に生まれ、60年代に全盛期を迎えたんですけれども、
70年代になってマスキー法であるとかね、あるいは衝突安全でバンパーが大型化されるとかで、どん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 車が重くなってライトウェイトスポーツの魅力がなくなってしまって、スポーツカーはライトウェイトでなくていわゆるスペシャリティカー、ミドルスポーツに変わってしまうんですよ。だから出なくなった。でもマツダは89年にこの車をマツダの、ね、情熱と誇りを持って作ろう、ということで作りました。でもう一つ、そうした世の中の中に対してマツダにとってもこの車はとても戦略的な車だったんですね。マツダは小さな会社だけれども、やっぱり他のメーカーと同じ車を作っていたらね、商売にならないし、マツダらしい個性的な魅力ある車を作らなければいけない、そういった思いに駆られてました。その中に出てきた車の一つがロードスターで、いわゆる競合を持たない車をマツダを作らなければいけない。そうすることによっていわゆる世の中の値引き競争から脱皮されて自分たちがプライスをつけられる、そうしたメーカーになろうというふうな大きな戦略的な意味があったんです。と同時にもうちょっと大事なのは、この車は1989年にユーノスロードスターなんですよ。そうですね、マツダが5チャンネル体制というですね、販売を拡大しようという大きな夢を持ってユーノスバンドを立ち上げました。大失敗でしたね。そうなんですよ今いい話してる。神田詰まって言いましたけど、いや、まあ、そういう意味でユーノスを立ち上げた時のね、もう代表的な車なので、そういった意味もあったんですよ。そうです、ね、うん、あ、僕らちょうどドンピシャの世代じゃないですか、はい、でこの前のさっき言ったライトウェイトスポーツと、あのロータスエラルとか、エラルとかエリートとかね、リトラクタブルライトでね、うん、前が開くってですね、でロータスエラル欲しいなと思ったんですけど、あの当時もう中古になってて、中古でも400万ぐらいしたんですよ。あ、であのそれこそマミヤラのところにあのロータスのあの代理店があって、うん、そこへのフロントガラスウィンドウのところを何度も見に行って欲しいなと思ったんですけど、そんな、ね、若造で400万の車が買えるわけないんで、うん、それこれが出てもう本当にもう本当にもうね、出る何ヶ月前からもちろんね雑誌に出てたんで、本当にときめきました ね、 そうですね、よく出してくれた、うん、でも本当みんなその、まあ、情熱を持ってっていうか、みんな作りたかったね、うん、エンジニアはすっごく作りたかった、うん、NB だと1800ですよね。 NB も1600、1800両方ありました、うんうん、NA が1600で出したんですよ。で2代目になって1800もあったんですよね。ありました。初代が売れたので、どこからリクエストが来たかというとアメリカですよ、うん、やっぱり NA も一番売れたのは日本じゃなくてアメリカなんですよ、うん、43万台 NA 全部作りましたけど、約 45% がアメリカかな、でヨーロッパで日本、日本って意外とボリューム少ないんですよね、うん、でアメリカでたくさん売れたので、うん、NB の時にはアメリカからのリクエストが強くて、うん、もっとグラムラスに大きく見えるようにしてくれ、うん、馬力を上げよっていう、うん、そういった、ね、注文がすごく来たんですよ。あ、それで 1.8 も、1.8も出てきたし、あとボディもすごく盛り上げて、うん、NA はすごくスリムだったけど、はいはい、NB は少しグラムラスにしてね、うん、サイズはそんなに変わらないけど大きく見える、うん、でデザインはとてもいいデザインだったんですけど、でこれは売れたんですか。売れましたよ。 NB は実はヨーロッパで売れました。うーん、 NA が出た時にヨーロッパのメーカーがびっくりしたんですね。で競合者が全くいなかったんですよ、うん、ところが NA の、ね、NA の良さが分かった。でも NA は土屋さんご存じのように車が少し非力なんですよ、へなへな、まあ、言葉悪いけど少しボディ剛性も、ね、少なくで、ハンドリングも少し限界付近での、ね、挙動も少しトリッキーなところもあった。で NB は徹底的にそこら辺を改良してですね、すごくハンドリングに対して良い車でした。ボディ剛性が上がった、上がりましたね、まあ、ロードスターが出たことによって、先ほどあの山本さんも言われたようにヨーロッパも例えば MG がもう一回復活させて、 MG が出たりボクスターが出たり ね、 ね、 SLK が出たり MG が出たり、BM も出たり、本当にでロードスターがもう火付け役ですよね。僕たちはよく NA が世の中で成功したからね、うん、ライトウェイトスポーツのパイオニアになったと。で、そういったことがあると自分たちはロードスターが世界のベンチマークであり続けなければいけないというですね、うん、そういった使命感に燃えるんですよ。あ、 NC には2リッターになるじゃないですか。ありました。それはアメリカのそのプレッシャーですか。アメリカのプレッシャーもあるし、やっぱりどうしてもこの時はロードスターっていう車もご存じのように、この車だけでは新しいプラットフォームって起こせないんですよ。台数が足らないから、うん、
いくら売れてもボリューム的には限られてるんで、うん、年間20万、30万売れる車ないんですよね、うん、10万売れてもやっぱり新しいプラットフォームを置くじゃない、だからこの時のプラットフォームっていう車体はね、実は RX8 と一緒なんですよ、うんうん、RX8 と同じサスペンション、ボディ構造でホイールベースを縮める、うん、そしてアッパーをロードスターにする、うん、そういったコンセプトでこの車を生まないと作れなかった、生むことができなかったんですよ、うん、あ、なるほどね。で、RX8 もいい車でしたね。いいですよ。僕あの時に記事に魔法の靴を履いてるって書いてあったんですよ。あ、そう。あのベストカーに本当にいい車でしたね、RX8。で、3代目って走りもいいし、燃費もいいし、安全性能もいいし、全て車としてのいわゆる製品価値はいいんですよ。でもお客さんじゃあそれで喜んでくれるかっていうと、お客さんは山本さん NC って良くなったけど NA の方がいいって言うんですよ。もうその言葉を聞くとね、もう悔しくて悔しくて、いいもの作ったんだから、そうこれいいだろうっていうのは、それは作り手のおごりでもあるんですよね。もっと別にもっとそんなところにお金かけなくていいから、もう30万安くしたよみたいな、別に普通に街走ってるだけだから別にそんなにいいよみたいなでもないですか。いや、それはもちろんありますよ。僕たちもそれは本当じくじたる思いです。でもそれはやっぱりそういった制約の中でこの車を生まないと終わらせるわけにはいけないんですね。そうですよね。で、実はこの車2005年から生まれて、初代も NB も2代目も実は8年でフルモデルチェンジやってるんですよ。とか NC だけは10年作ったんですよ。へー。なぜならば、実は2008年にリーマンショックがあって、マツダの新車開発が全部変わって、で4代目のロードスターはね、一番最後だ、うん、ということで15年まで伸びたんです。いやだけど 1.6、1.8、2リッターっていくじゃないですか。そこからマツダの爆地が 1.5 に行くんですよ ね。これ大事です。これはびっくりしましたよ。ダウンサイズ、ダウンサイズ、とにかく原点に帰って軽量コンパクトに徹底しよう。4代目順調ですね、うん、はい。で、僕たちはこの車の開発をするときにね、実は守るために変えていくっていう言葉を僕作ってみんなと共有したんですよ。初代のロードスターが誕生したときに、この車にとって一番大事なことは車の性能がいいこと、速いこと、はい、ね、コーナリングがいいこと、決してそうじゃないよね。それはもちろんある以上は必要よ。でも乗って一番楽しくなることが一番ですよねっていうことが人馬一体であるし、楽しいことっていうことは何かというと、この車を使った生活をすることなんですよ。で、初代の実は今日カタログ持ってきたんですけど、もう毎回これ僕たち見たんですね。初代のカタログを振り返ると、最初に何て書いてあるか、これ誰もが幸せになるって書いてあるんです。誰もが幸せになるっていうのは、この車を持つことによってその人の人生を変えるような車を作らなければいけない、そういうふうな思いをね、この車で達成しよう。で、 1.5 リッターは軽くしたいし、この車の良さを提供しようと思ったらね、軽くて小さなボディで小さなエンジンが絶対いい。でも問題は乗り味なんですよ。乗り味、乗り味ということは、いわゆる加速の絶対的なスピードじゃなくて加速フィーリングがいいのか、それともう一つ大事なのは、車が軽くなると乗り味が薄っぺらくなるんですよ。そこを絶対になくしよう。そういうふうにサスペンションの設計であり、ね、ボディの部分的な補強であり、そうしたことを徹底的に研究して、車は軽くなって馬力はないけれども走った時に2リッターと同じように、あるいはそれ以上に気持ちよく走る、そして乗り味も乗り心地もよく心地よい走りができる。石崎さんどうですか、現行は。いや、だんだん、うん、お顔が割と4代目になると少し変わった感じが、はい、すっきりした感じがあって、でもなんか皆さんがおっしゃるように、やっぱこうマツダの車だぞっていう、このロードスターの顔だぞっていうのは崩さず、でずっとこのなんていうか、こうかっこいい感じが続いてるっていうのがすごいなと思いながら。でもこれはどうなんですか、販売台数は。これは NA まではいってませんけども、非常に好調です。で、2015年に発売してからね、世界中に売れて、しかも2015年、16年のカーブザイヤーも日本でいただいたし、もう一つ2016年のワールドカーブザイヤーとワールドデザインオブザイヤー、ダブルタイトルを実はアメリカでいただきました。
テリーさん見たいですか？見たいですよ。ですよね。今回はですね、初代と現行のロードスターを持ってきていただいているんですよ。すごい。なのでちょっと見比べてみたいなと思います。はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。